こんにちは。本日は管理釣り場の方で久しぶりです。釣りしていきたいと思います。で、今から向かってるのはですね、埼玉県の滑川ってところにあります、イコの里フィッシングセンターだかフィッシングエリアだか、その名前のようなところです。初めてのフィールドなんで、とっても楽しみです。インターネットとかのサイトで見ると、自然豊かな感じの雰囲気のある場所で、もともとある池だか沼だかをそのまま管理釣り場の池にしているみたいです。で、魚種も結構豊富にいるみたいなんで楽しみです。ただ一つ心配なのがですね、なかなか結構タフな現場らしくて、もしかしたら坊主になっちゃう可能性もあります。そんな腕僕良くないんで、まあとりあえずやってみます。お楽しみに。結果なんですけれども、魚は2匹釣れました。ニジマス2匹で、2匹バラしました。何が釣れてたのかちょっとわからなかったです。で、本日なんですけれども、午前のみの釣りでした。で、現場の印象なんですけれども、周りもポツポツとしか釣れてなくてですね、やっぱり
インターネットの情報通り結構難しいのかなと思いました。ですね、途中で風も強くなってきちゃって、糸吹けが出ちゃったりとか飛距離が出なかったりするので、その部分でも結構難しい釣りだったかなと思います。天気は良かったんですけどね。で、釣り場の雰囲気なんですけれども、やっぱり自然に囲まれてる感じがして、すごくいい、気持ち良かったです。で、近くに農家のレストランもあって、そこでお昼とか食べるにはいいんじゃないですかね。今日はなんか閉まってたみたいですね。で、近くでハイキングコースもあるんで、家族でも楽しめるんじゃないでしょうか。そうですね、釣ってみた感想なんですけど、この池で、いろんな場所で竿は出したんですけれども、4回とも魚が反応があったのが、この今映っている事務所なんですけど、この青いテントが張ってあるところですね。その手前の今釣りしている人がいるあたりが、私手応え一番感じました。手前がやっぱ釣れるのかなって印象ですね。奥の方行くと魚は何匹かいるのは確認できたんですけど、全然当たりはない状況でした。はい、もっと釣りたかったなと思うんですけれども、ちょっと予定があったのでここで終わりにしたいと思います。また釣りに行くときはまた動画の方撮影して皆様にご視聴していただけたらなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。